イサヤ・トヤバは、サモア出身のラグビー選手。ポジションは、ウィング、フルバック、センター、ファーストファイブ。1986年1月15日、サモア、モトトゥアで生まれる。身長181センチメートル、体重100キログラム。愛称は、アイス、アイスマン。デラセルカレッジ卒業、カレッジ在学中に、ラグビーニュージーランド高校代表に選出される。 2005年、19歳以下代表、セブンス代表に選出、エアニュージーランドカップオークランド州代表に入り、ノースランドとのデビュー戦でにトライの戦列デビューを果たす。同年、オールブラックスに初選出、11月26日、スコットランド戦で代表デビュー。ツルるエージ、グレードプレイヤーオブザイヤー2005、並びに2005イブアンダー19プレイヤーオブザイヤー、アワードのダブル受賞。 2006年、スーパー14のハリケーンズに入る。翌2007年、ブルースに移籍する。この年のスーパー14プレイヤーオブザイヤー2007にノミネート、同年開催されたラグビーワールドカップフランス大会のニュージーランド代表に選出。ありがとうございます。